こんにちは、シア畑リエットガーデン三鷹菜園アドバイザーの高畑です。今日はお茶殻を使った、肥料活用方法についてご紹介していきます。お茶を毎日飲む方は大量にお茶殻が発生し、廃棄に困っているかもしれません。実はお茶殻は栄養素が豊富で肥料に使うのがもってこいです。お茶としては 30% しか栄養分が使われていません。ですから 70% の栄養分が残っています。昨今肥料が高騰していく中で、このお茶殻を使うのも一つのアイデアとなりますので、ぜひ試してみてください。シア畑では使ってない資材ですけれども、今回はこのお茶殻を肥料にしてみたいと思います。最後に質問にもご回答しますので、ぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。ではお茶殻の栄養素を見てみましょう。窒素が 4.4%、 リン酸が 0.31%、 カリが 0.42% 入っています。窒素もリン酸もキャベツ並みに栄養素があります。これが分解されれば窒素が土壌に十分に染み渡ることになります。こちらが実際に乾燥させたお茶の葉です。作り方は至って簡単で、風のないような日にですね、ザルに紙を敷いて、その上にお茶殻をですね乗せるんですけれども、その前には十分にこう絞ってから乗せた方がいいですね。水分もものすごく含んでいますので非常に簡単です。また電子レンジを使うと乾燥が早めることができます。今回はこちらをぼかし肥料の原料にしてみましょう。それではまず、ぼかし肥料について、ご紹介していきます。ぼかし肥料とはまず何かということなんですけれども、有機物ですね。野菜の残渣であるとか草木灰であるとか魚骨粉、こういったものを混ぜて水を入れてですね、よくなじませてですね、水気が多いと腐ってしまいますので握ったくらいの感じにします。そしてぼかし肥料にも2通りのやり方があって、1つは空気を入れないで密封した状態で作るという方法と、普通の状態でぬか味噌を混ぜるような作り方と2通りあります。今回はこのうち空気を使わない、つまり密閉容器に入れて作る方法をご紹介していきます。このぼかし肥料は分解させるのにですね、2、3ヶ月かかります。夏場でしたら1ヶ月ほどでできるんですけれども、冬の場合は3ヶ月ほど、中間の月としては2ヶ月くらいかかります。そして出来上がるとですね、それを通常の肥料のような使い方をするんですけれども、特徴としては効き出しがすごく早いということですね。そして有機物ですので、ゆっくりとまた効いていくという特徴があります。ですので普通の生活の中で出る生ゴミですとか、そういったものも利用できますので、ぜひやってみてください。私が使うのはこれから紹介するものですけれども、まず先ほどご紹介しましたお茶殻ですね。お茶殻は毎日お茶を飲みますのでかなり出ます。それをもう先ほど紹介しましたように乾燥させて使っています。それから変わったところではバナナの皮を乾燥させて、なかなか砕けませんので細かく切り刻んだものです。それからコーヒー、これも毎日飲みますのでコーヒー殻といいますか、そのカスがこうたくさん出ます。それを乾燥させたものです。それからみかん、これも冬場よく食べますのでたくさんのみかんの皮が出ます。それを乾燥させ砕いたものです。そして、私が前に作ったぼかし肥を種として使います。そしてこれらの一番元となるものですけれども、主要な原料ですが米ぬかを使います。これらの材料には一つ一つ特徴がありまして、お茶殻の場合には窒素分が多い、例えばバナナの皮の場合にはカリ分が多い、それからコーヒーは脱臭効果があります。またみかんの皮にはリモネンという物質が含まれてまして、油虫よけにもなる材料です。米ぬかはリン酸分が多い材料です。こういったものを組み合わせることによってですね、量をこう変えて、例えば葉物野菜、そういったものには窒素分が多くなるように、例えば茶殻を多くする、煮物が必要な時にはリン酸が必要ですので米ぬか
あるいはこれありませんが魚骨粉などを使う。そして根物ですねには狩りが必要ですのでこのバナナを使うという、この割合でいろんな野菜に対応できますので、ぜひこれらを組み合わせてですねオリジナルなぼかしを作ったら面白いかと思います。こちらに私が以前動画でご紹介しましたぼかし碑の作り方についてありますので、こちらを参考にしていただければと思います。それではお茶殻を使ったぼかし碑の簡単な作り方についてご紹介していきます。お茶殻には窒素分が非常に多く残っています。従いまして刃物に向いたぼかし碑が出来上がります。使う材料を紹介していきます。お茶殻を 200cc ミリリットルですね、200ミリリットル、それからメインとなるんですけれども米ぬか、これを 500cc、 そして種となる以前に作ったぼかし碑ですね、ぼかし碑を使うんですけれどもなくても構いません。これを入れると分解が早くなります。それからこれはサトウキビからできる砂糖で作った糖蜜です。ある意味着火剤となってですね微生物の活動を活発にさせます。これを 30cc ほど使用します。それと水が 150cc、 これでだいたいこの分量で 500g 程度のぼかし碑ができます。まず粉物をこのバケツの中に入れます。バケツであっても洗面器であっても構いません。よく混ぜます。混ぜ合わせたところで今度は水を加えるんですけれども、この時に、糖蜜を入れます。水に溶かしてしまいます。 30cc ですね。糖蜜を少しずつ入れながら、かき混ぜます。握ってこの程度固まれば出来上がりです。出来上がったものをこちらのジップロックの容器に入れていきます。はい、袋に入れ終わりましたら叩いてですね空気を抜きます。絞るようにして空気を出してしまいます。これで一応出来上がりとなります。出来上がったものをですね、保冷袋に入れてリビングなど生活されている部屋の、隅に置いていただければ、部屋の温度ですとほぼ2ヶ月くらいで、出来上がります。ちょっと寒いところですと冬場でしたら、3ヶ月ぐらいかかります。夏場は1ヶ月程度で出来上がります。出来上がったサインとしてはですね甘酸っぱいような香りがしてきます。また白いカビがこの袋の中に湧くことがあるんですけれども、その白カビは全く問題がありません。さらに出来上がってから日陰干しをするとですねサラサラな肥料となりますので扱いやすくなります。そして肥料の使い方としては他の肥料と同じです。その必要な都度ですね追肥なんかに使っていただければ一番適当かと思います。ここではお茶殻で肥料を作りましたけれども、ぼかし肥料の材料として生活で出てくる生ごみですね、の中には十分に使える資材がありますのでそれをご紹介いたしました。それでは質問コーナーです。こちらのコーヒーの油虫対策の動画にコメントをいただきました。お花にもコーヒー石鹸水は使えますかというコメントをいただきました。もちろん花にも使えます。ただし花が咲いてからですね花に直接かけるというのは避けた方がいいかと思います。また室内で花を栽培している場合コーヒーが残ってしまうことがありますのでその場合は水で流した方がいいかと思います。コーヒー石鹸水は花にも使えます。アブラムシ対策として、ぜひ使ってみてください。今日はお茶殻を使った肥料活用方法についてご紹介いたしました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と
高評価をよろしくお願いいたします。それではまた。リエットに遊びに来てください。